やはりですね、一番今日本人に大切なのは NHK 朝日新聞の、まあ、嘘のニュースではなくてですね、嘘のニュースというかニュースの選択が悪いというかですね、まあ、重要なことがものすごく世の中で行われているのに、まあ、台風のニュースを一日中流すという、まあ、台風の進路とかそういうのは流すべきなんですけど、こと細かにですね、どこにどのくらいの風が吹いたとかアナウンサーを派遣して風に吹かれている映像を見せるっていうのは必要がないわけでね、その間非常に重要なことが世の中で行われている、それに対する正しい、まあ、見方って言いますかね、あの支配階級ではない見方っていうのを提供したいと思って、まあ、最近始めてるんですが、それに伴ってどうしても必要なものがですね、まあ、犯罪性の嘘ですね、まあ、最初はあの悪玉コレステロールっていうのをやったんですけども、こういった非常に根の深いですね、しかも報道側がすでに知っていて嘘をついているっていうやつはですね、やっぱりこれは考慮しないと、まあ、ニュースを正しく、この世の中を、日本というのを正しく理解することがまあ難しいわけですね。まあ、そこでその、まあ、その毎日ニュースを、重要なニュースをやるようになってから、この犯罪性の嘘というものもですね、そのペアとなってやる必要があるというふうに思ったわけですが、今日2回目は地震予知、噴火予知ですね。これはですね、非常に簡単に言うと、まあ、皆さんよくご存知の通り、1970年代から東海地震がすぐ起こると、まあ、言い続けて、実際上阪神淡路、新潟の2回の地震、それから東北大震災、熊本地震とこう続いたわけですが、もうこんなことになる可能性は科学としては全くないんですよね。これが一つ、事実をそのまま見なきゃいけないんですね。それからもう一つは、まあ、小学校の頃からですね、噴火っていうのはある程度予知できるんだというふうに学校で習っていたわけです。で、今度御嶽山の地震が起こったらですね、噴火予知連絡会の座長である東大の有名な先生がですね、火山学というのはこんなもんですよとこう言ったと、まあ、これはものすごい大きな犯罪ですね。つまり自ら噴火が分かると言って予知連絡会を作り、そしてお金をもらい、そして火口にですね、火口付近を歩いてもいいレベル0とかレベル1とかいうのを表示し、それで噴火が起こって60人以上の人が亡くなるとですね、火山学とはこういうもんですよと白々しく言うようなのはですね、私に言わせれば当然検察庁が逮捕しなければならない、詐欺罪で逮捕しなきゃならないという、そういう私はレベルのもんだと思うんですね。しかしこれはもちろん専門家だけが悪いわけじゃないですね、まあ、非常に重要なので、もっとズバッと言いますと、東海地震の予知はですね、実は東大の地震研が言い出してるわけですけども、東大の地震研の教授自体はですね、全く地震を予知できないと思っていたんですよ。だから助手に言わせたんですね、まあ、有名な助手の方がおられるんですが、助手の人は別に悪気がなくて、まあこういう周期的にこういうふうに起こる可能性もあると言ったんですが、それは教授が言ってるんじゃないんですね。教授はお金をもらうために、それがメディアがそれをわーわーやるのをですね、そうだそうだと言ってたわけです。つまりメディアの嘘を裏打ちしたのが専門家なんですね。官僚とメディアの連合軍、まあ、よくあのアメリカでですね、軍産共同体って言いますね。 軍と産業の共同体が世界中に戦争を起こしてるって言うんですけど、まあ、その陰謀とほぼ同じなんですね。官僚とメディアが騒いだ、まあ、官僚は金がうんと取れる、メディアは販売数が増えたり視聴率が上がる、その嘘をですね、裏打ちしたのが東大の地震研であり火山関係者だったわけですね。まあ、これは名古屋大学なんかもそうなんですが、それがですね、ものすごく大きな効果を及ぼしてですね、そして結局東海地方に地震の予知がある程度なされたのはいいとしても、そこに膨大な金を使いすぎたので、結局阪神淡路大震災も東北大震災も新潟も熊本もですね、予断してるままにやられたということなんで、私はこの全体の地震で犠牲になった3万人ぐらいの人たちのですね、まあ、少なくとも半分は、私は地震が予知できると言った人の殺人罪を問うべきだと思うんですね。まあ、殺人罪の問い方ってのは難しいんですけれども、その地震予知ってのはそういう殺人につながるんです、噴火予知もですね。ですから正しい科学的なことを言わなきゃいけないですね。あの地震についてはもうはっきり言えるのはですね、
地震の規模がどのくらいか、もし起きたら地震の規模はどのくらいかというのはある程度予想できるんですけども、地震がいつ起こるかって分かりません。それから噴火はですね、私も御嶽山の噴火が起きてですね、あれと思ってですね、小学校の頃から噴火は火山性微動っていうのもあるし、地下のマグマがこう揺れていくっていうのもあるし、この前の御嶽山の噴火もそんなに特別な噴火ではなかったんで、おかしいと思ってもう一回調べ直したらですね、私もある程度誤解してたんですが、外には言ってませんでしたけどね、僕は専門家じゃなかったから。昭和新山のような特殊な場所以外は噴火予知できないんですね。それは桜島にしても浅間山にしても阿蘇山にしてもできないんですよ。そう、有名な火山でもできないんです。観測をしている有名な火山でもできないんです。ましてあまり観測してないような静かな山はですね、全く分かんないんですよ。それを小学校ですら教えてくれなかったんですね。これはね、やっぱりまあ1920年、今から100年ぐらい前に、もう学者というものがですね、もう道徳心を失ったっていうのはもう繰り返し言われてるんですよ。お金のためにはどんなこともする。まあこの前僕、さんまさんの番組が取り上げてくれましたけどね、トキっていう鳥がいて、まあ、日本で絶滅しかかってるわけですけども、これはもう、室町時代から絶滅の一途をたどり、まあ、明治になったらほとんど絶滅したんですよ。まあ1匹2匹いた、1羽2羽いたっていうだけのことなんですね。とても日本の現在の田畑の状態、人間の数では身長80センチぐらいのトキが生きることができるはずがないんですよ。それをですね、飼育して野に放つんですね。だいたい 1年に20羽ぐらい放つんですよ。したら1年でだいたい15羽が死ぬんです。で、5羽ぐらい残ったものも 4,5 年経ったら全滅するんですよ。それはですね、住める土地じゃないんですよ。じゃあそんな住める土地じゃない鳥をなんで、その時を救おうってやってんですかっていうことをある専門家に聞きに行ったんですね、 2,3 人に。そしたらね、絶滅したら研究費が10分の1になるから絶滅できないんだって言うんです。いや、つまりね、それで国民を使うんですよ。小学生も使う。時がかわいそうだ。かわいそうなのは生かされる方の時なんですよ。絶滅する時ではないんですね。生物というのはもうものすごく無数の生物が絶滅して人間が出てきてるんですね。絶滅は仕方がないんです。気候の変化、環境の変化で。一番残酷なのは、当然絶滅する動物とか植物をですね、その絶滅する環境の中に放つっていうことなんですよ。僕はよく言ってるんですけど、トキを新潟から新潟の山野に放つっていうことは、人間を裸にして北海道に冬に、北海道の冬に放つようなもんだ。ほとんどが凍死してしまう。それを見ててよかったよかったと言っているのが今のトキのその保護運動なんだ。だけどもそのことは言っちゃいけないんだ。なんで言っちゃいけないか、だから研究費が10分の1になるからだ。これと同じことが地震予知、噴火予知に行われ、こっちは多くの国民が犠牲になったわけですね。ですから、これはこのものがもともと犯罪的なのはですね、噴火予知連絡会の会長が言われたように、どうせ火山学はこんなもんですよというわけです。どうせ地震学もそんなもんなんですよ。つまり最初から予知できないって分かってるんです。分かってるけども予知できるといえば、まあ、ゲラーさんという東大の地震学者がいますが、その先生の言い方によれば、打ち出の小槌なんですよ。いくらでも金が出てきて、そういう金をですね、例えばラスベガスとかハワイとかそういうところで国際会議をやり、飲み食いに使うんですよ。それが私ね、もうなんか許せないんですね、僕はですね。やっぱり学者たるものですね、特に国立大学出た場合は、税金をもらって勉強し、その後税金もらってですね、研究してんですから、やっぱりその恩返しという意味でですね、そんな嘘をついてラスベガスあたりで国際会議やってどうすんだと、あなた何のために生きてるんですかって言いたくなっちゃうんですね。ですから、まあ、この問題もはっきりとですね、これを聞いた皆さんが、地震予知ももともと全くできる見込みがなかったんだ、噴火予知も全くできなかったんだ、まあまあ返す方ならいえば、トキも全く絶滅を防いじゃいけないんだ、だけどただただ研究費をもらうために、ワインを飲むために、多くの人を犠牲にして平気なんだっていうことをね、ここではっきり分かんないと、これからのニュースもなかなか理解が難しいと思います。